多分ここ。どちら様でしょうか。あ、もしかしてリオン・マグナス様とそのお連れ様でいらっしゃいますか。そうだ、イレーヌはいるか。我らに関する情報がすでにある程度伝わっているみたいだな。お嬢様は所用で出かけております。すぐに戻るとのことでしたが。ならここで待たせてもらう。かしこまりました。イレーヌとかいう人遅いわね。待ちくたびれたわよ。マリー、アイスキャンディアってどこにあるの。町の広場だ。ちょっと行ってくるわ。じっとしてるのも退屈だし。一緒に行こう。あ、俺もアイスキャンディって食べたことないし。私も行きますわ。リオンはどうする。ここでイレーヌを待つ。誰かが残らないといけないもんな。ならリオンの分も買ってきてやるよ。いらん、僕は甘いものになど興味がない。そう言うなって。みんなで一緒に食べような。だからいらないと。まあお前が無理に買ってくるなら食べてやらないこともないが。よし、じゃあ待っててくれ。アイスキャンディーか。どんな味がするんだろうな。食べてみればわかる。アイスキャンディー屋があるのは町の北の方だったぞ。わかりました。それじゃあ行ってみましょう。町の北の方にアイスキャンディー屋があるぞ。行ってみよう。まず八坂市でしょ。メイドいっぱいいるな。このイレーヌさんっていうのも、デスティニー2で あってはないか。名前が出てきましたね。どういう肩書きかはだいたい知ってるつもりなんだけど、まあ、知っててもあんまり意味はないけど。ここ詳細か。勝手に入っていいのかよ。ビアレンツ。じゃあキャンディア行きましょう。お花を買ってください。お花を。ういあ、大丈夫。はい、ありがとうございます。あんな小さい子が大変だな。貧富の差が激しくなるのは新興の町ではよくあることだ。いくら町が発展しててもみんなが幸せってわけじゃないのか。早く広場へ行きましょう。アイスキャンディー買わなくちゃ。スターさん、最近リオさんとよく話すようになりましたね。そうかな。別に前から特に変わってないと思うけど。スタンさんじゃなくてリオンさんの方が変わったんですよ。ほんの少しですけどね。よくわからないな。でもまあうまくいってるならいいや。ち、先があった。マリーさんの言っていたアイスキャンディー屋ですね。すいません、ご本ください。どの味になさいますか。へえ、いろいろ種類があるんだな。どれどれ。どうしよう。定番の抹茶味か限定の桜味か、どっちにすればいいか悩むわ。ねえ、あなたならどうする。え、
お礼ですか。そうだな、思い切ってバニラとか。どうしてそうなるの。私が聞いたの、抹茶と桜ならどっちかよ。二つに一つで決められないなら第三の答えをって。ダメですか。なるほど、そういう考えもあるか。じゃあそうしましょう。おじさん、バニラ一つ。ああ、俺もバニラ五つ。バニラ五つ、お待たせしました。うん、おいしい。やっぱりここのバニラは最高だわ。ここで一度でも食べたらもう他の店じゃ満足できないわよ。スタンさん、持ちましょうか。いや、平気だよ。今袋でもらったよね。見てたんだけど、紙袋っぽいのでもらったんだけど。あら、お連れさんがいたのね。可愛い方がお二人も。お褒めに預かり、どうも。え、二人？あら、あの子たち。何？みんなも食べたいの？おじさん、ここにいる子の分もちょうだい。全員ね。よろしいんですか、お嬢様。もちろん、みんなで食べた方が美味しいに決まってるもの。みんな、いらっしゃい。アイスキャンディーをご馳走するわ。ほらほら、幼いの。ちゃんとみんなの分あるからね。いい方ですね。うん。はっ、どうだか。金持ちのお嬢さんが優越感に浸りたいだけじゃない。ルーディ？早く戻りましょう。アイスキャンディーが溶けるから。チャンピオン様のお通りで全員チェーワーク。あ、コングマンだ。コングマン？わーい、コングマン、コングマン。よう、ガキども、今日もしぶとく生きてるか。貧しい者に施しをするのはさぞ気持ちがいいだろうな。施しだなんて思っていないわ。金で全てが買えると思うなよ。異例のレンブラント、ピッツガルド人の魂までは絶対に売り渡したりしねえ。異例のレンブラント。さあ、その名は確か。オベロン社の理念は何度も説明したはずよ。私たちが資本を投下しているのはフィッツガルドの発展を願ってのことだわ。新しく来た連中が儲けてるだけだろう。元からいた人間は貧しいままだぜ。それはきっとそのうち。セインガルドの人間にフィッツガルドの何が分かるってんだい。よそ者の出る幕じゃねえんだよ。さっさとこの国から出ていきな。それは違うんじゃないか。生まれで人を決めつけるのは良くないと思うけど。なんだ坊主、俺様に説教しようってのか。スタンさん、あまり口を挟まない方がいいのでは。だけど、これは。いや、そこの可憐なメガネのお嬢さん。何言っているんだ。今、俺様のハートにビビッときましたよ。あなたこそ、俺様の理想の女性だ。はい。一緒に栄養ドリンクなどどうです。もしくはヒンズースクワットとか。しびれるような口説き文句じゃの。いきなり性格が変わったわね。あ、その私は。やめなよ、フィリアが怖がってる。邪魔をする気か、ボス。おめえはこの美しい人の何なんだ。フィリアは俺の仲間だ。なるほど、どうやらおめえと俺様は戦う運命にあるようだな。決闘だ、カム。俺様の時よ。なんで俺とお前が決闘しないといけないんだよ。スタン、付き合う必要はないぞ。我らには遊んでいる時間などない。おじけづいたのか坊主。
腰にぶら下げた剣は生クラか。なんだとこの無礼者が。真の男なら申し込まれた決闘は受けるものだぜ。真の男ならな。わかったよ。そこまで言うならやってやる。我を侮辱したことを後悔させてやる。さあ目に物を見せてやれ。ディブロスまで乗っちゃったよ。フィリアさん見ていてください。勝利の後でお迎えに上がります。ディブロス、あなたがスタンさんを止めなくてどうするの。しかし好きにすれば。どうせ私には関係ないし。ごめんなさいスタンさん、私のせいでこんな目に。別にフィリアのせいじゃないさ。決めたのはあくまで俺自身だし。闘技場ってどこにあるんだろう。町の大通りを北へ行った突き当たりに入り口があるわ。ありがとうございます。早速行ってみます。アイスキャンディー、あ、溶けてる。こうなったら後には引けない。コングマンのいる闘技場へ向かおう。町の大通りを北へ行った突き当たりが闘技場の入り口だったな。町の大通りを北へ行った突き当たりが闘技場の入り口だ。そこにコングマンがいるはずだ。いや、まったく。イレーヌさん戻ったのかな。どこ行ったの。じゃない。ちょっと出てくるって言ったっけ。イレーヌさんもいないしな。とりあえず闘技場に行くしかないか。多分この先だな。でもかけっこに使った時間が完全に無駄になっている。なのでちょっと早めですが、今回はこの辺にしときたいと思います。次回はコングマンとなんか決闘して、もう一回イレーヌさんに会って、お話を進めたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。